ギボウシは、キジカクシカリュウゼツランアカギボウシ属の総称である。山間の湿地などに自生する、多年草。食用となり、花が美しく、日陰でもよく育つため、栽培される。シン・エングラー体系及び、クロンキスト体系では、ギボウシ属は、ユリカリリアーチに含められていた。ギボウシは、ギボシの添加であるが、これはこの植物の蕾。 または法要に包まれた若い果女が義母子に似ることに由来する。銀母、滝名などの地方名がある。英語名プランテンリリーは、大箱ユリという意味であるが、これは義母子の葉が大箱に似ているためである。葉は幅広く根元から出る。夏に草状果女に青色の細長い花をつけ、丸花鉢など大型の花鉢の放火によって受粉される。 果実は1日果てで散列するが、栽培品種には欠実しないものもある。東アジア原産。日本には大葉義帽子など20種ほどが野生し、いずれも東北地方から中部地方の一部で、うるいと呼び、西日本でも義シ、子、滝ナなどの名で山菜としてわかめ、若葉などが利用される。ただし、若葉が独創の倍形層に似ており、誤食事故が多いので注意を要する。 スジきぼうや、その他雑種などが栽培される。栽培品の主な産地は、山形県で薄い黄緑色のワカメを出荷し、サラダ、浅漬け、油炒め、味噌あえ、酢味噌あえ、味噌汁、混ぜご飯、巻き寿司などに利用する。食味に癖はなく、噛むと少しぬめりがある。江戸時代の日本で変異個体が多数園芸品種として固定され、さらにこれがシーボルトラによって、 ヨーロッパに紹介されて、ヨーロッパでも多くの品種が育成された。花言葉は、落ち着き、人生、静かな人。40種ほどがあるが、主観雑種ができやすく、分類には諸説ある。ありがとうございます。